静岡市長選に立候補を表明した難波喬司元副知事と市議会の野党系会派が意見交換しました。難波元副知事が出馬表明後に会派と面会するのは初めてです。今静岡市議会の創生静岡の幹部たちが難波元副知事の選挙事務所に入ります。今日難波喬司元副知事の選挙事務所を訪れたのは静岡市議会の第二会派創生静岡の幹部です。議員数は自民党市議団に次ぐ会派で田辺市政に厳しい姿勢で臨んでいます。今日は創生静岡が掲げる政策などについて難波元副知事と意見交換したといいます。難波さんとは共感するところも多いし好印象、選挙での支援を視野に調整したい。幹部から高い評価を受けた難波元副知事は、今日も意見交換させていただいて方向性は一致していると思いますので、全て その会派とですねお話をさせていただいて、それでそこで政策的に一致できるところがあればですね、それは応援をしていただきたいと思います。じゃあそれは自民党市議団も含めてという、それはそうですね、仮に一本化になったとしてもお話は聞いていただきたいとは思ってますけど。もちろん出馬の意欲は現職の田辺信弘市長は来月2日の市議会の場で市長選に向けた態度を表明するとみられます。一方、立候補を表明している山田誠県議は自民党静岡支部に推薦願いを出し、支部の判断を待っています。